もういいかな。いいですかね。はい、ありがとうございます。それでは、大川の松本さん、よろしくお願いいたします。見上げてごらん、夜の星を、小さな星の小さな光がささやか。もしよろしかったら皆さんご一緒にいかがですか。見上げてごらん、夜の星を、僕らのように僕らのように、名もない星が、名もない星がささやかな、ささやかな幸せを祈ってる、祈ってる。手をつなごう、手をつなごう、僕と追いかけよう、追いかけよう、夢を二人なら、二人なら、どうもありがとうございます。改めまして、岐阜から参りました歌うたいの坪と申します。この街並みコンサートは今日2回目、2019年コロナになる前の年に、三木静雄さん出させていただきまして、あ、3回目ですね。三木静雄さんで2回やらせていただきました。で、今日3回目で本当に、久しぶりの街並みコンサートでございますが、なんか今日は裏話を中村先生からお聞きしまして、ずいぶんこの時間のために動員をしてくださったというふうに伺いましたね。本当に恐縮でございます。先ほどまでのね、なんかおしゃれなあのジャズのステージから一転しまして、もうなんかもうあたかも歌声喫茶のような雰囲気になってしまったかななんてことを思っておりますけどもね。今あの皆さんも、素敵なお声で、歌っていただきました、坂本九さん、見上げてごらん夜の星でございます。この歌、1963年昭和38年のヒットソングでございますが、1963年、皆さんおいくつでしたか。思い出して、思い出して、あの頃は、昭和38年というか、あ、私はこんなことしていたわ、あんなんだったわ、こんな苦労があったかしら、なんてことを思い出してくださいね。昭和38年でございます。この年11月にアメリカのケネディ大統領が暗殺をされました。思い出しました。この年ですよ、昭和38年ね。あとこれもね、ちょっと痛ましい事件でございますが、吉野部ちゃん事件という誘拐事件がございまして、黒澤明の映画のヒントになったという、この吉野部ちゃん事件というのは、まあ、痛ましい事件がございました。もう一つ大変な事件がございました。何でしょう。僕が生まれました。昭和38年12月生まれでございまして、もう間もなく12月で還暦。今日は先輩が多いかな、やっぱりね。
でございますが、まあ、そんなわけで、まあ、しばしの間でございますけども、どうぞお付き合いをいただきたいと思います。ありがとうございます。広瀬川流れる岸辺、思い出は帰らず、早瀬踊る光に揺れていた君の瞳、時は巡り今また夏が来て、あの日と同じ流れの岸、瀬尾という景色、森の都、あの人はもういない。青葉通り香る灰のり、思い出は帰らず、木陰こぼれる光に濡れていた君の頬、時は巡り今また夏が来て、あの日と同じ通りの角、吹く風優しき森の都、あの人はもう、あの日と同じ流れの岸、瀬尾という景色、森の都、あの人はもういない。佐藤宗明さんが岐阜のご出身だということは、皆さんどれくらい ご存知ですか。ご存知の方がお一人、お一人だけですか。これは話しがいがありますね。佐藤宗明さん、実は蟹市のご出身でございまして、まあ、あの蟹市でお生まれになりましたが、ただ、岐阜にいらっしゃったのは2年だけ、ね、生まれて2年だけで、お父さんのお仕事の関係で東北仙台へお引っ越しをされました。もうほとんどそれからもう仙台で育ちましたので、もう今は、もう東北の方でございますけれども、ルーツは岐阜でございますね。今日はあの、そうです、僕はあのいつもまた後で申し上げますけど、あの僕のお話、あのへえと思われましたらね、あのぜひぜひあの明日の朝のモーニングでお友達にお話しいただけると嬉しいなと思いますね。知っとる佐藤宗義さんは蟹市の出身なんやってね、知っとったんだってこう喋っていただけるとありがたいかななんて思いますが、今日はぐるっと見回しまして、次の曲どっちをやろうかなと思いましたけども、このお客様ですと、この歌の方が多分いいんじゃないかなと思いまして、歌わせていただきます。ご存知の方はご遠慮なくどうぞご一緒に。別れても別れても心の奥に、いつまでもいつまでも覚えておいてほしいから、あなたに、あなた
いつの夜も別れる人と会う人の定めは常にあるものと、菅原洋一さんだっていうこと。あ、では分かりました。菅原派が多いんですね。そういうことなんですね。これは実はですね、1971年、お二人同時にシングルレコードを出されておりまして、僕はどちらかというと倍賞千恵子さんの記録の方があるんですけれど、これご存知でしたか。1963でですから、これより8年前、倍賞さんと菅原さんがレコードを出す8年前に女性コーラスグループボーチェ・アンジェリカっていうグループがですねレコードを出してるんですが、どうも売れなかったですね。で8年後にこのお二人がそれぞれレコードを出しましたらヒットしたわけでございますが、実を言いますと僕の中ではこの歌は山口百恵ちゃんなんですよ。でこの話をいたしますと、今日は時間がなくなってしまいます。この話だけで30分ぐらい時間がかかってしまいますので、ご興味のある方はですね、当時桃江ちゃんと三浦友和が主演をしておりました赤いシリーズ、ドラマの赤いシリーズ赤い疑惑の最終回をご覧ください、ね、これご覧いただけますと、この、僕がなぜ桃江ちゃんかが分かるかと思いますけれども、まあ、それはともかくといたしましてですね、僕は余分な話が多いんで誰か止めてくださいね、永瀬さん。この「忘れなぐさはあなたに」の作曲をされた方が江口浩さんという方でございます。江口と聞いて、先ほどからの流れで江口と聞いてピンときた方はなかなか音楽、詳しい方ではないかなと思いますけども、江口さんってピンときませんか。岐阜県上石津町、今は大牧市に合併してしまいましたが、上石津町のご出身の作曲家江口よしさんという方がいらっしゃいますが、実はうちの中学校の、高校の江口よし先生が作曲をしてくださっておりますけれども、この江口よしさんのご長男さんが江口浩さんでございます。浩さんはもちろん、東京生まれでございますけれども、お父さんの、後を継いで、作曲家になられてですね、この忘れなくさをあなたにを作られたということで、この歌のルーツも岐阜ということでございます。ちなみに江口よし先生どんな歌を作られたかといいますと、さよならのビギン、下町の太陽、あ、これは違う、さよならのビギンと下町の太陽は広瀬さんの方でした、ごめんなさい。よしさんは憧れのハワイ航路、赤いランプの終列車、春日八郎ですかね、このあたりを、作曲さ、その他にも、戦時中には軍歌を多数、作曲をされていらっしゃるという方でございます。さて、こんな話をしておりますとどんどんと今日の本題が始まりませんのでね、そろそろ今日の先ほど永瀬さんがご紹介いただきました、お話に入っていきたいと思いますが、これで皆さんに僕はいつもこうやって演奏するときにお伝えしている言葉がございます。我が町を知って我が町を好きになる、我が町を知って我が町を好きになる、自分が生まれた町、暮らしている町、働いている町、その町の歴史や文化を知ってへーって思
ね、へえって思ったらまたこれを誰かに喋りたくなる、ね、でこうまたそれを聞いた人がへえ私知らんかったわーってまた誰かに喋る、家族に喋る、お友達に喋る、そうやってその町のことが、口伝えで伝わって、それがこの町に住んでいる僕たちにできることじゃないかなと思いまして、この活動のテーマにしております。例えば東京や大阪、海外に、観光 PR に行く、これはもう行政さんの力でないとできないことですよね。あるいは大きな広告代理店さんを使ってやらないといけないことですが、僕たち住んでいる一人一人ができることっていうのは、自分の町のことを知ってそれを誰かに話す、そういったようなことじゃないかなと思いまして、15年ほど前から、岐阜県の、まあ、各地の、昔話にメロディーをつけて、まあ、語りと歌とギターでお伝えをするという活動を続けております。今日はもちろん高山のお話、先ほどご紹介がありました山桜神社、まあ、これもう皆さん今日高山の方ですからね、この写真を見せるまでもないです。本町2丁目にございます。昨年僕も実は絵馬を授かりに8月の、初旬にですね、お邪魔をいたしまして、今うちの玄関に、こうやって貼って、ございますけども、これでもなんか僕はね聞いた気がします。なんか幸せがうちに訪れているような気がいたします。今年前に行くちょっと8月の前半忙しかったのでお邪魔できませんでしたがね、また来年、8月には山桜神社お邪魔したいなと思っておりますが、山桜号の話は先ほど永瀬さんがまあ大方お話をいただきました。この山桜神社の御祭神であります、馬のお名前でございます。このこれからご披露するお話の中で金森公、高山藩主金森公と出てまいりますが、これ実はこのお話は永瀬さんに今監修をしていただいて、書かせていただきました。これは説がいろいろあるようで、2代藩主の金森義重、まあ、有重さんと読む場合もあるそうですが、この金森義重さんの馬だったっていう説と、4代藩主の頼直さんの馬だったっていう話がありまして、ちょっとその辺のところが決めかねましたので、お話の中では金森公としております。それでは
思った以上に火の回りは早く、このままでは逃げ場がなくなってしまいます。家来の言葉に高山藩主金森公は唇を噛みしめました。無念じゃ、江戸城が燃えてしまう。ゴーゴーと燃える、ゴーゴーと燃える、炎に包まれた江戸の街。逃げ惑う人々、炎に包まれた江戸の街。ゴーゴーと燃える、ゴーゴーと燃える、ゴーゴーと燃える。明暦3年1月、後に江戸の火事では最大と言われる明暦の大火が起こりました。飛騨高山から江戸に来ていた金森公は、家来と共に炎の回った江戸城の火消しに駆けつけたのです。しかし、炎の勢いは収まりません。殿、さあ、山桜に乗ってください。家来に言われ、金森公は相場山桜にまたがりました。ゴーゴーと燃える、ゴーゴーと燃える、炎に生まれた江戸の城。あちらから火の手、こちらから火の手、どこにも逃げ道がなくなった。ゴーゴーと燃える、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 ゴーゴーと燃える。金森公が愛した馬、山桜は飛騨の国池の又村、現在の高山市入川町で生まれました。ある時お殿様が鷹狩りに池の又村へ来られた。その時一頭の美しい馬が山の方から駆けてきて、お殿様の前で耳を垂れ地に伏せて、何か言いたいようなそぶりを見せた。ほうほう、このような野生の馬でも礼儀のある態度をとるとは気に入ったぞ。お殿様はその馬をお城に連れ帰り、この馬に山桜という名前を付けた。金森公は山桜をこよなく愛し大切にしました。山桜は美しい鹿毛で、丈は150センチもあり、颯爽と走る姿はあたかも飛ぶ鳥のようであり、人々の目を驚かせました。そしてあの明暦の大火の日がやってきます。Oh yeah.
に囲まれ、金森公と三人の家来は完全に逃げ場を失いました。目の前には長さ百間の堀、橋はなく渡れません。向こう岸までは八間、およそ15メートル。高校と燃える、高校と燃える、高校と燃える。突然金森公が三人の家来に叫びました。お前たち山桜にしっかり捕まれ。三人は慌てて山桜にしがみつきました。そして金森公は山桜の耳元でこう言いました。山桜、山桜、我らを乗せてあの堀を飛び越えられるか、飛び越えられるか。お前ならできる、お前ならできる。これまで私と共に過ごしたあの日だよ、あの日だよ。その後山桜は高山に戻りました。金森公と三人の家来の命を救ったそのご褒美として、現在の本町二丁目に馬小屋を与えられ、山桜はそこで生涯を閉じました。馬小屋のあったその場所はお社が建てられ、山桜神社として今も高山の町の安全を見守っています。飛騨の町に夏が訪れた、ことなく今年もにぎわうその市は、人々の
が訪れた。愛と勇気で奇跡を起こした。その馬は人々の願いを集め、幸せを招く。神様になった馬よ、神様になった馬よ、山桜。創作なんですけれど、きっともう本当に絶体絶命、三方を火で囲まれて、もう前にはお堀しかない、もうあのお堀を飛び越えるしかない、15メートルもある堀ですよ。だけどもうこれは山桜にかけるしかない。だからもう山桜に金森公が何て言ったのかなって想像した時に、僕はあの日だ、一緒に帰ろうって言ったんじゃないかなってこう思って、こういうお話を作らせていただきました。で無事、金森子の家来の山桜もこの高山に帰ってこれましてね、まあ、今あの本町二丁目にあります山桜神社は、この山桜の馬小屋だったところ、ということでございます。まあこれも先ほどの永瀬さんのお話の、まあ、繰り返しになりますけど、毎年8月にあそこで絵馬市が行われておりますが、もう一箇所ですね、あの松倉観音さんでも、絵馬市が行われているそうで、こちら僕はお邪魔したことがないんですが、まあその松倉観音さんのいろいろ言われは先ほど永瀬さんのお話になりましたけど、ちょうどあのあれですね、小糸坂からあの小糸焼きの焼き物のお店があって、あれずっと上がってくるんですかね、松倉山って言いますよね。余談ですけども、あそこ の小糸焼きのお店で、あの数年前に僕はもうビアグラスをレアで買わせていただきましてね、今でも愛用しております。まあ余分な話でございますけどね。あとはあの乳川にですね、この池の又というところに、板木曽神社というね、こうちょっと山奥に入ったところに、小さな祠でございますが、この山桜が生まれた地と言われている ところにですね、板木曽神社という、まあ、神社がありまして、こちらはあの数年前に、ちょうどだから2019年かな、これも永瀬さんのご紹介いただいたこの板木曽神社を守っていらっしゃる方をご紹介いただいて、その方に連れて行っていただきました。とってもあのなんとか神聖な、すぐ前はですね川が流れてまして、その川のせせらぎにこう包まれて、緑とそのせせらぎに包まれたなんかこう神聖な、場所だったんですけども、こちらの神社には山桜の角が奉納されている。山桜がねユニコーンだったっていうね、そういうお話もあるんですよ、ね、この角が一角神っていうんですかね、っていうその山桜の角が、奉納されているのが板木曽神社というところでございます。また僕もね、あの機会がありましたらまた乳川の方も行ってみたいな。あの乳川小学校もね、本当はお邪魔したかったんですが、先ほどのご説明のようにちょっとお邪魔ができなくて、永瀬さんに
お任せをしてしまいましたのでね、ぜひ機会がありましたら、この入川小学校にも訪問したいななんてことを思っております。まあ、こんな具合でね、まあ、この15年間、まあ、最初は岐阜市からもちろんスタートいたしまして、まあ、今では揖斐川町のさざれ石の話ですとかね、あとはこの近くですと郡上大和、にですね、古今伝授の祖と言われている、東堂恒さんという方がいらっしゃるんです、古今伝授の里フィールドミュージアムという施設がありますけども、まあ、そこのすぐ向かい山がありまして、篠脇山という山の頂上に篠脇城という、まあ、お城があった跡が今ございますが、こちらの城主が東堂恒頼さん、毎年8月の7日に、滝木の来栖桜というね、お隣の妙見神社というところで滝木のをやっておりまして、ここ数年は僕も家内と一緒に毎年お邪魔をさせていただいております。その東堂恒頼さんのお話をもうどうでしょう、7、8年前でしょうか、作らせていただきまして、まあ、某でやらせていただいておるんですが、まあ、その、まあ、テーマ曲といいますかね、まあ、今も、お話の最初と最後に歌を歌いました。このテーマ曲、があるわけですけれども、この東堂恒頼さんの、テーマ曲はですね、まあ、和歌にちなみまして、古今和歌集彼女、これは紀貫之さんが書かれた古今和歌集の序文でございます。この彼女のですね、一節に、まあ、一節にというか現代語訳にですね、まあ、メロディーをつけて、歌わせていただいております。元の、この彼女の序文はこんな感じでございますよ。大和歌は人の心を種として、よろずの言葉とぞなれりけ、世の中にある人こと技刺激者なれば、心に思うことを見るもの聞くものにつけて言い出せるなり、花に鳴くウグイス、水に住む蛙の声を聞けば、生きとし生けるものいずれか歌を詠まざり、力をも入れずして雨土を動かし、目に見えぬ鬼神をも哀れと思わせ、男女の中をも和らげ、高き物の負の心をも慰むるは歌なり。人の心を種として、さまざまなことの葉が紡がれる、それが和歌。この世に生きる人は皆さまざまな事柄に触れながら、心に思うこと、見るものや聞くものに委ね表す。目に見える
鬼神よ哀れと思わせ、また機会がございましたらまたどこかで、お聞きいただきたいと思いますが、さあだんだん時間も迫ってまいりましたね。3年前にねちょっと事故をしましてね、ちょうど夏でございました。8月の19日、3年前の8月19日コロナになった年ですね。で、ちょっと仕事でですね、動画撮影の仕事をしておりまして、それでその撮影で山の方行きましてね、岐阜の山へ行きまして、そこでちょっと滑落事故をね起こしましてね、熱中症で気を失ったまま10メートルほどこの斜面をザーッと頭から落ちまして、背骨の骨を折りまして、半月ちょっと17日間ほど入院をして、その後も、2ヶ月3ヶ月近く、静養をしておりました。そんなような、ことがありましてね、ちょうど3年前にね。で、今はもう全然大丈夫なんですよ。おかげさまでね、背骨を折った割には元気です。後遺症もなく、ピンピン、指もちゃんと動いておりますし、健康なんですが、もし打ちどころが悪くてね、首の骨ポキって取ったりとか、なんか変なところを折ってたりとかしてたらね、ひょっとしたら命を落としていたかもしれない。あるいは半身不随になってたかもしれないなってことを思いますとね、こうやって今生かされていることが本当に大事なことやな。で、先ほど一番最初にね、僕は昭和38年前、今年還暦と申し上げましたけどね、このまたこの60年の節目をまた機にね、またちょっとこれからの人生を考えるのに、またこの3年前のあの事故をね忘れないようにして生かされている、この大切さというのを噛み締めたいななんて思いまして、この歌、これはもうこの方は岐阜関連ありませんが、僕大好きな歌で、鹿島英雄さんの歌を歌わせていただきたいと思います。君が悲しみに心を閉ざした時、思い出してほしい歌がある。人を信じれず眠れない夜にも、きっと忘れないで生きてりゃいいさ、そうさ、生きてりゃいいのさ。喜びも悲しみも立ち止まりはしない、君の胸に届くだ
熱い想いと生きてないさ、生きてないさ、そうさ、生きてないのさ。どうもありがとうございます。